ポケット。こんにちは、こんばんは、ゲームローガーでいこうです。スタンドスポケットに入れていきましょう。次回じゃないやりました。前回ですね、どういうレースだったかというと WBC、ロングかな、ロングディスタンスかな、だったですね。 5000m 非常に長いレースにチャレンジしまして、勝てるかなと思ったらゴール前で一気になんか強烈な制圧にかわされて2着に終わりました。ドバイ行ってみましょうか。いい仕上がりです。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。そこで今2周であんまり回らないですが、いつものシーガクラシック、もちろんエビナで行ってみましょう。聞いてくださいよ。いい感じですね。感じです。いい仕上がりです。状態がいい。ですね、ほとんど軽めの調教に終始してますが、果たしてこれでいいレースができるのか見ていきましょう。1.4 倍、ダントツの1番人気ですね。ルーラーシップ2番人気はリワイルディングかな。一回丸がついているのがレッドウッドラヘブですね。副賞20倍くらいいってみますか。
私の馬以外は全部ばらけてますので、大激戦ですよね。大負けはしないと思います。この後どうするかですよね。WBC もう一回チャレンジするのか、それとも、これで WBC 挑戦させて宝塚がいいかもしれないんですよね。凱旋門賞とか。クラシックディスタンスで争われるドバイシーマクラシック、まもなくスタートです。ドバイシーマクラシック2010年、今デンジャースニージが大きく出遅れました。さあラーヘブが絶好調、先頭に立つのは何か。ラーヘブがシャニムに後続馬を離しました。9番アルセマーリー、リームが並んでいっています。そしてその後ろからマリヌス、その外デンジャラスミッキー、そして内からはレッドウッド、7番カルバドスブルース、リングダンサーがその後ろ、そしてその外に4番カタノタルコライス、11番ディワインリングがこれを見るようにしていっています。5番アイリッシュフレーム、しんがりからルーラーシップ、もう一度整理しましょうか。ラーヘブがレースを引っ張るようになりました。前前での競馬アルシェマーリとフラットチュー、その内からはリーム、その後ろでやりましょうか、マリヌス、そして5番手にデンジャラスミッチでやります。8番プロイバ対レッドウッドでやります。その外にカルバドスブルース、それからもう1頭キングダンサー、4番カタナタルコライス、どのように差を詰めていくか。外を通ってリワインディング、さあ第3コーナーに差し掛かります。アイリッシュフレーム、一番後ろにルーラーシップ、流れるようにレースが展開されています。先頭は依然としてラーヘブ、この辺りちょっと離れているアルシェマーリ、内から1頭1番リーム、その外からはマリヌス、10番デンジャラスミッチ、そのうち8番レッドウッド、外から1頭カルバドスブルース、そのうちに2番キングダンサー、逆に下がっていくぞ。レイダンのスタンドが揺れています。カタノタルコライス直線伸びてくるのかどうか。先頭バラードとラーヘブ、内側とエビナとカタノタルコライス、リームが2番手、外から懸命にリーム、ラーヘブが抜け出した、外から襲いかかるカタノタルコライス、これはこれは本来です。先頭エビナとカタノタルコライス、抜け出しました。内から合わせたカタノタルコライス、今日は強かった。一瞬ちょっと4コーナーで置かれてあれって思ったんですが、そっからの切れ味がすごかった。ドバイを制覇です。おめでとうございます。やりました。メロンですね。いい感じですね。温泉ですね。温泉娘。なんちて。元気いっぱいです。一旦放牧です。クエストを達成しました。ご存知ですか？ショートケーキもいただきました。はい、というわけで片尾トルコライスですね、見事にこれ以上14戦10勝、今回も勝利をつかむことができました。今度こそ WBC3 度目の正直で勝ちたい、勝ちたいですね。うまくいけばいいんですけどね。やっぱり太鼓と WBC を取って SWBC に向かせたいと思います。はい、応援をよろしくお願いします。チャンネル登録も高評価もよろしくお願いします。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。